いらっしゃいませ。グロッサリー担当の太田です。これはねヨーグルトなんですけども、内容量が1キロもあるヨーグルトです。1キロ入っております。これはですね熊本の、はい農家さんですね、熊酪農というところが作られているやつでして、はいうちでも毎週木曜日に限定20個だけ20個はい販売しております。それはどういった特徴というか、ですね、はい、普通のヨーグルトはスプーンですくっていただいてね、はい、食べていただけるんですけども、こちらのヨーグルトはですねジェラードのように伸びてグッとこうジュリューッと伸びるぐらい粘りもありまして、あ、じゃあ普通食べるヨーグルトをイメージして食べると全然違うってこと？全然違います。へー、全く違いますね。このヨーグルトもうハマられてもう毎回こればっかりという方がたくさんいらっしゃいますんで、木曜日限定ですか？そうですね、もう毎回完売になります。お、はい、じゃあもうそれこそ早持ち20個って言ったら本当すごいですよね。そうですね、もう本当に、朝一番にこれを買いに来られる方もいらっしゃるので、はい、すごいですね。そうですね、向こうではこれ当たり前にね普通にスーパーに並ばれてるそうなんですけどね。あ、はい、熊本の方です。そうですね、関西ではなかなかやはりまだ手に入らないので。いや初めてですね。はい、なんていう商品名でした？熊の恵み。それ熊って読むんですか？これ熊と言います。熊地方というところがね、熊本にありますので、はい、熊の恵みですか、はい、じゃあ木曜日朝一で。そうですね、来ていただくとゲットできますんで、ぜひ一度ね食べていただきたいと思います。1キロね。1キロです。かなり重みありますけども、もう、はい、ずっしりになりますんで、はい、グロッサリー担当の太田です。性格担当の古澤です。皆様のご来店をお待ちしております。お待ちしております。